バレンシア・ホアキン・ソローリア駅は、スペインの都市バレンシアに2つある、主要鉄道駅の一つで、他の一つは、バレンシア北駅である。2010年に開業し、中央駅が開業するまで、マドリッド・レバンテ高速線の列車の暫定的な終点として機能する。駅は、アディフが所有し、連平の標準機関とイベリア機関の長距離列車が運行されている。 駅の建設は2009年4月に始まり、2010年12月17日に開通した。駅名はバレンシアの画家、ホアキン・ソローリアにちなんで付けられた。駅は北駅の南800メートルの北駅へのアクセスルートの西側の位置にある。ただし、ホアキン・ソローリア駅には通過プラットフォームがないため、北駅に向かう列車は停車しない。以前は、 この場所に車両基地があった。この駅は終端駅で9本の線路がある。このうち6つは標準機関で、残りの3つはイベリア機関である。標準機関の線路のうち1番線から5番線まではマドリードとセビリアへのアベニュー列車が使い、6番線は残りの標準機関の長距離列車が使う。後期の7番線と8番線は アリカンテ・バルセロナ方面へのユーロメットが使い、9番線はマドリードへ向かうアルビア専用になっている。北駅とは標識のある歩道と地下鉄5号線で結ばれている。ホアキン・ソローラ駅は純粋に長距離の鉄道駅でセルカニア・バレンシアネットワークに接続されていない。ただし、メトロ・バレンシアネットワークに同じ名前の駅があり、2010年12月に アベニュー駅がオープンするまで1号線と5号線が運行する駅にはヘスースという名前が付けられていた。バレンシアホアキンソローリャはマドリードアトーチャ、バレンシアホアキンソローリャ間とセビリアサンタジュスタ、バレンシアホアキンソローリャ間を運行するアベニュー列車の終点である。1日10から15組の列車がマドリッドに1組はセビリアに運行される。さらにマドリードまで アルビアが運行されており、その一部はバレンシアを越えてビナロスやガンディアまで運行される。駅付近にこれらの列車の機関変更施設がある。1日7回バルセロナ3追記の後期の長距離列車ユーロメットが運行されており、そのうちの4本はアリカンテまで延長運転される。残りの長距離列車は全て北駅発着である。ホアキンソローリア駅は バレンシアの新しい中央駅に置き換えられる予定である。この中央駅は北駅の代わりに建設される。ただし、プロジェクトは常に遅れる。ウィキメディアコモンズには、バレンシアホアキンソローラ駅に関するカテゴリーがあります。メディエンルミティランハトオフィツラセーテデプロジェクッツ。ありがとうございます。